を磨いてアレンへ、そしてヘンドリックス、ここはこれいいですね、バスケットカウントですか、森井としてはファールにならないように避ける、そういう意図だったと思うんですけれども、そうですね、これですのでもう森井あっちは年収28億円それぐらい行きましょう、 B リーグも林得点 で、 いいですね、林ね、このヘンドリックスについているのが小原、抜けたロスコアレン、アレンダンショット決まった、ね、この2つは特に大きかったですね、大きかったです ね、 ね、この2つは特に大きかったですね、大きかったですね、新潟もようやくなんていうんですかね、硬さが取れてというか、うん、新潟も積極的に出てきてますね、ここもおフレッツでいったロスコアレン、今日2本目のダンクシュート、2つ目の得点ということになります、そうですね、ちょっと寂しいですね、うん、これ五十嵐系のスクリーンがうまくかかっていました、ヘンドリックスアレンへ、ここは五十嵐系のスクリーンでした、ロスコアレン得点、そして横浜がタイムアウトです、五十嵐選手は1点だけ、1点ですよね、林ドライブ外で合って五十嵐スリーポイントどうだ、ここ決めたい、来た、やはりこの人はそうです、ね、このままでは終わらな い、 ないここも外で持たざるを得ないような、そうですね、五十嵐ドライブ外で佐藤スリーポイント、佐藤決めたスリーポイント、佐藤君だけアレンへ中通した林、林決めた、秋山、秋山ビハインドバックパスはミスになりました、さあ走る五十嵐、五十嵐レイアップ、パスが通ってるんですけどキャッチミスが2つありましたよね、はい、あれしっかり決めてればね、もっとやっぱり相当年の差はありますけどね、そうですね、いや先輩の意地というかプライドを見せてますね、アレン抜けた、ベテランの味を見せてくれました、いやその通りね、あの目立たないですけど、そういったプレーですね、ヘンドリックス決めた、アレンからヘンドリックスことがそういうプレーになったってことですよね、はい、だから新潟のそこだけではなくてね、やっぱりアレン、うまい、ここはヘンドリックスのパス、だ横浜はしっかりと時間を使ってますよね、横浜はやっぱりファールが怖いもんですから、ちょっと時間をこう使いながらオフェンスやると、結局は今18点差ですからね、そうですね、はい、アレンなんとか決めた、さあここからのディフェンスなんですよ、五十嵐が前からダブルチームいっていいと思いますよね、そうですそうです、そうです、奪ったか、奪っています、前ロスコアレンダンクショット、さあここ一つじゃダメなんですね、残り4分